浦野リセコ2月20日台は、日本の声楽家、オペラ歌手、音楽教育者、元武蔵野音楽大学教授、長野県上高井郡須坂町出身、長野県須坂高等女学校卒業。しばらく音楽講師として教壇に立ったが、27歳の時、恩師の勧めで、東京芸術大学声楽科に入学した。1956年卒業。 岡部滝子に指示。平井孝三郎、新次、清松本民之助にも指導を受けた。1961年から1965年、ローマサンタチェチーリア音楽院に留学。ジョルジョ・ファバレット、イルデブランド・ピツェッティ、ジャン・フランチェスコ・マリピエロ、ダンジェロ、エー・レオーネ、ブイ・マリーニに指示。イタリアで数十本のオペラに出演した後帰国。 日本では1974年2月、藤原歌劇団公演ジャンカルロメノッティ、両事母親を務めたのを皮切りに、1999年2月、新国立劇場、水野おさたか、天使物語下長場に至るまで、昭和音楽大学オペラ情報センターの記録によるだけで42本のプロダクションに出演している。天使物語に出演した際は75歳。 直前である。2004年10月2日及び3日、須坂市政施行50周年事業の須坂、オペラブリテン、オペラを作りましょう。小さな煙突掃除屋さんの芸術監督を務める。2007年活動の拠点を、故郷の須坂市に移す。故郷の文化発展を願い、過去2度の須坂、オペラ公演を成功に導いた。2008年12月5日、 鈴坂市文化会館メセナホールでリサイタルを開催。新寺、清志、紗などを歌う。ピアノ花岡千春。2009年12月4日、85歳で現役最後となるリサイタルを鈴坂市文化会館メセナホール大ホールで開催。ピアノ花岡千春。藤原歌劇団団員、元日本オペラ振興会評議員。教育者として優れ。 以下の優秀な文科生を輩出している。佐藤美恵子、利愛子、東重茜、小川実るさえ、鳥海若子、大島久美子、今井俊介、増本明子、金原玲子、高橋花子、塚田美希、小関久子、大脇織、村康子など。AB、先生。96歳のお誕生日おめでとうございます。当中茜公式ブログ。 2021年6月13日閲覧。abcdefg、須坂新聞ウェブサイト85歳のラストリサイタル、浦野理世子さん。w w w s u z a k n e w s c o j p 2021年6月13日閲覧。ab, 浦野理世子 tc5810.fc2web.com。T c 2021年6月13日閲覧。ジャンカルロメノッティ、石崎ジョン、領事、オペラ r a t o s e i s h o w a m u s i c a c j p 2021年6月14日閲覧。水野たか、泉京華天使物語。 opéra.tosei-showa-music.ac.jp2021 年6月14日閲覧検索結果、浦野リセコ昭和音楽大学オペラ研究所オペラ情報センター opéra.tosei-showa-music.ac.jp2021 年6月13日閲覧 長野県須坂市市長のコラムバックナンバー www.city.suzaka.nagano.jp2021 年6月13日閲覧ピッポクラシックガイド2008年12月 www.pippo-jp.com2021 年6月13日閲覧ョフ公益財団法人日本オペラ振興会 上府公益財団法人日本オペラ振興会。2021年6月13日閲覧。上府公益財団法人日本オペラ振興会。上府公益財団法人日本オペラ振興会。2021年6月13日閲覧。佐藤美恵子。武蔵野音楽大学。2021年6月13日閲覧。佐藤美恵子後藤記念文化賞。 公益財団法人、東急財団からつながり、育む続く未来と間の豊かさ。f o u n d a t i o n o c o j p 2021年6月13日閲覧。契約1985.1219 19。埼玉第9。2021年6月14日閲覧。プロフィール。東中赤根オフィシャルサイト。 2021年6月13日閲覧。小川実るさえ。武蔵野音楽大学。2021年6月13日閲覧。講師紹介。鳥海若子。菅波楽器。www.suganami.com。2021年6月13日閲覧。ソプラノ大島久美子。sound.jp。 2021年6月13日閲覧。ミリオンコンサート協会。w w w m i l l i o n c o n c e r t c o j p 2021年6月13日閲覧。今井俊介バリトンコンサート。秋田ゾンタクラブ。2021年6月14日閲覧。世代を超えて、みんなで一緒に歌おう。 日本の女情歌コンサート不ンテ展界隈の自然と歴史情報。世代を超えてみんなで一緒に歌おう。日本の女情歌コンサート不ンテ展界隈の自然と歴史情報。2021年6月13日閲覧。金原玲子、金原玲子。w w w c m d j i u m e o t o c o m 2021年6月13日閲覧。 コーレの歌曲と、フランス近代の詩人たち。キノク国屋書店ウェブストア、オンライン書店本、雑誌の通販、電子書籍ストア。2021年6月13日閲覧。東京オペラプロデュースメンバープロフィール。OPERAPRODUCE.Web.FC2.com。2021年6月13日閲覧。ピアギント、イーズナ山養成協会。 2021年6月14日閲覧。フリーフケア。社会福祉法人セヒルダ会2021年6月14日閲覧。マナネメ。2021年6月14日閲覧。小さな虫の物語パンフレット。w w w 2 n b i g l o b e n e j p 2021年6月13日閲覧。オットリーの。 1879から1936レスピーギソングズオブオーレスピーギーイコールレスピーギ歌曲集東京芸術大学附属図書館オープック2021年6月13日閲覧ベスト100シリーズ心のふるさと消化除城化100商品情報日本コロンビアオフィシャルサイト日本コロンビア公式サイト 2021年6月13日閲覧、ありがとうございます。